今日も湿気がすごいから、やっぱりボワってどうしてもなんですよ。一点伸ばしたい。しかもストレート。だって生まれて1回目とことない。オイルつけて外すと、じゃん。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、調子は。全然問題ないんですけど、やっぱりもう湿気が含まれるともうボワってなっちゃうんで、今日、髪質を改善。改善です。あれってどれくらい変わったの？結構収まりも良くなると思います。まあ、最初の時にほらもう忘れててますから。忘れてない。そうあれが今こう良くなってきてる過程で、もう一回ここで改善をしとかないと広がりが出ると思うので、まあ、癖自体は残ってるんですね。パーマのチリチリと癖とちょっと違うんですよ、ジャンルが。パーマは人工的に作った癖みたいな。癖はタンパク質のムラなんですよ。髪の毛の中が均等になってないみたいな。太巻きのご飯が偏ってるみたいな。それを慣らす技術を改善。この辺までは私の地毛 で、ここは何パーマのが残ってる、まあ、若干ダメージ的な部分とかもあると思うし、まあそこら辺は複合的に混ざってるって感じですね。やっぱりチリチリしてるのはダメージが結構主な原因だと思うんで、でもだいぶ良くなると思うんで、いや全然違う、はい、なんでまあ今日さらに良くしていきましょうっていうところで、はい、まあ、多分今こう見てる人は置いてきぼりだと思うんですけど、初回ライティング1年前ぐらいでしたっけ。あ、そうです、1年前です。いつも来ていただいてる方がどういう風に良くなってるのかっていうのを撮ってみたいなと思って、初回ライティングの画像をねいいスカッチ出していやいや、ここで皆さんに補足説明です。こちらのお客様、今まで何をしてきたかと言いますとですね、パーマを失敗されて初回来店をいただいた状態ですね。これがビフォーです。このビフォーの状態から3熱トリートメントだったりとかカットだったりで、ちょっとずつこう状態を良くして直してきたんですね。で、やっとついにダメージが結構なくなってきたので、髪質改善でさらにサラサラにしようっていうのが今日っていうところでございます。すごい、ね、こっからここまで来ましたと。で、なるべくね、過度な宿毛とかそういうのはせずに自然にこう戻せるようにやってきて、ほぼダメージがなくここまで来たじゃないですか。なので今日ついに改善ができますっていうところです。で、いつもこれ初めましての方が多いんで、どういう経緯でそうだったんですかみたいな、ヒアリングして読み取ってっていう感じなんですよ。いつも来てる方だと分かるんで、もう見えるんで正解が、これがねこうなりますよっていうのをお伝えしてるんで、はい、今日はカットカラー改善。カラーがどうなんですかね。なんか結構落ちてない気がするので。落ちはいいですね、色はね。毛先の色もそんな気にならないですよね。そうなんで、もしあれだったらリタッチが良ければいい。基本的に気にならないんだったら僕リタッチ推奨派なんで。あ、そうですか、はい、今回そんなに全然気にならないから。癖はでもどうですね、元のところを気になる。そうね、これがどれぐらい変わるのかなっていうのをやってみないと私もわからないので。これは癖でしょ。そういう癖です、はい、そこら辺はもうパーマのとこと。今日も湿気がすごいからやっぱりボワってどうしてもなんですよ、はいはい、冬はそんな気にならなかった、うんうん、でもだいぶ収まりは良くなると思います。はい、でカットはじゃあ伸びた分ちょっと整えて、はい、カットって、うん、今までとにかく伸ばすこと一生懸命やってたんだけど、はいはい、この辺とかちょっと軽くしたりなんいきます、いきます、はい、軽くするのちょっと定義を後で共通で作りたいですけど、うんうんうん、リスク2つあるのが、うん、まずまだダメージが残ってるんで、そこを軽くした時に広がるんじゃねえかっていう心配が多分あると思うんですよ。そうそうそう、同じどうなるの。なんでそこをちょっと終わった後に切るんで、状態見てから改善でどれぐらい収まったかによって変えます。難しそうなら軽くはしない方がいい、やっぱり本質からブレちゃう。でもあの状態から1年でここまで来れるんで、うん、ここであの僕調子の抵抗やっちゃうと、そうそう危ないんですよ。なるべくその、ね、失敗のトラウマをなくしたいんで、はい、まあ、そこだけちょっと後で相談しましょう、はいはい、ちょっとリタッチからいきましょうかね。ちょっとお待ちください、はい。では塗ります。はい、それ先にカラーですね。はい、お願いします。ここまで3列でもやってきたじゃないですか、うん、どうです、収まりはどんな感じですか、ね、実際にこれやってもらったのは何ヶ月前、前回が5月なんで3ヶ月前ぐらい。最初はもっと前からです。そうそうそう、はい、やった時はね、うん、すごいやっぱり何ヶ月か経って、うん、最初に比べた時の実際に通っている方が声としてでも全然ツヤが違うよ。ツヤが違う、もう全然違う。まあまあそうツヤなかったですか。大丈夫。髪質改善と3列の違いさっき聞いたじゃないですか、うん、ちょっとお答えすると、3列が言ってしまえば髪の強化なんで、髪のダメージしてるところに対して効くんですね、うん、これがまずポイントです。ダメージに効くんですね、癖に効かないですね、はい、宿毛とか改善っていうのは何かっていうと、ダメージじゃなくて癖に効くんですよ。この癖を伸ばすのが宿毛なんですね。落ち着かせるのが髪質改善って感じです。では塗ってもらいますね、はい、
はい、ということで体が塗り終わって次改善ですね。ご飯食べました？食べてきました。あ、よかった、うん、長いから終わる頃ね、夕飯なんですよ。こういう日どうするんですか？家で作るんですか？旦那が作ってくれる。おー素敵。こんな手が届いてます。今日はナスと肉の味噌炒め。うわー最高。いや、いいなー、うまいな。この前とんかつ食べてたんですよ。この辺で。そう、とんかつ .jp っていうお店あって、すごかったですよ。なんか何がする？まず、それ動画で使うかわかんないですけど、とんかつ屋さんなんで、普通ほらロース、上ロースとかじゃないですか。まず銘柄から入るんですよ。今日の仕入れた銘柄の豚肉のあれがあって、まあ、どれにしますかみたいな。それによって値段が違うんですよ。わかんなかったんで、もとりあえずおすすめでっつって、北海道のもち豚みたいな。で、まあとんかつ上がってくるじゃないですか。とんかつがまず来るまでに、演出があるわけじゃないですけど、だからすっごい綺麗なんですよ。こう余計なことしないっていうか、もうひたすら上がるまで待つみたいな。で、まあ、とんかつきますと、卓上には3つ調味料あります。ソース、塩、塩、塩2個。そう、塩2個。そのね、塩がやばいのよ。あのとんかつ屋さんの何が一番うまいって塩なんですよね。その塩を肉の断面につけるの。衣につけるんじゃなくて、肉の断面につけて、その断面を舌の上に乗せるようにして食えてると、もう食べ方が書いてある。わかった。食べるよ。もう、バーン。まず塩で肉の旨味がもうすごい感じられるじゃないですか、うん、で次にやっぱり油のね甘みがバーってくるんですよね。で塩分入ってるからより甘く感じるじゃないですか、うん、そのジューシーさの後サクサクの衣がサクーいくんですよ。サクジュワーじゃないのよ、うん、もうジュワーサクなの。時間置きます。いい感じです。これで流してカットします。お待たせしました。改善も流して上がってまいりましたが、もう濡れた状態で違いません？全然違う。そうなんですよ。触ってみてもらうとシャキッてしてないんですよ。自然な収まり方。これでちょっとカットして整えましたか。長さはでもどうしましょうかね。軽くはやっぱしない方がいいとは思うんですよ。内巻きがいいですか？外巻きがいいですか？お任せします。個人的には内に入れるんだったらこれぐらいまで切んないとやっぱり跳ねちゃうと思うんですよ、まあ、そこまでいくとでもちょっと嫌ですよね。いっぱい伸ばしたいんだよ。そうですよね。だったら外跳ねにして今の長さでちょっと整えてあげた方がいいと思います。それするとアイロンとかする？アイロンした方がより良いけど、しなくてもいい感じに跳ねれます。そこはまあ問題ない。はい、整えますね。ほら、切る。まあ伸ばしましょうね。一点伸ばしたい。しかもストレート。だって生まれて1回目ってことない。触ってください、毛先。わかります？このスーッていった時の厚み。これがラインでございます。大事なんですよ。野菜切るときも端が揃ってると綺麗じゃないですか。バラバラの状態でね、ネギバーってやったらなんかわちゃしますよね。ピッと揃えてパパパパっていくと。これが大事なんです。切り口が違う。そういうことです。全く料理しないですけどね。だんだん。でこれで乾かします。はい。どうぞ触ってみてください。もうつるつるで、すごい。ここがだいぶ変わりましたよね。全然違う。改善やる前と今でも変わったし、うん、もちろん最初の頃と比較した時に思い出してもらえば分かると思うんですけど、これぐらい変わる。これでオイルちょっとつけましょうか。スタイリングできました。作ったんですよ。一応先行発売します。青山ではネットは9月1日から準備してますから。匂いやばいです。なんか森の中。あ、いいこと言いますね。この匂いでね、嫌だって言われたことはまだ一回もないです。サラッサラ、うん、オイルつけて外すとじゃん、いいですね。じゃん、すごい。やばくないですか、うん、なんか毎回綺麗になるけど、これやばいんじゃないと思いません？すごいね。お待たせしました。ありがとうございます。これでちょっとアフター撮りましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、見せたいんですよ、この最初、今回のビフォーを今あー三段活用、最初あーすごい。今回のビフォー、うん、今です。あ、すごい。結構すごいですよ、これ。だんだん良くなってきた状態からもう改善で一発ボーンって感じなんで、うん、こんな感じでした。はい、はい、これを伝えたくて、こうやって彼で残しておくと便利じゃないですか。あ、そうだね。あ、はい、私こんなんだっけとかってみんな言うんですよ、うん、長さもうちょっと短いと思ったんだけどとかってみんな言うんで、忘れてるから。そうそうそう、こんな感じでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
お気をつけて。ありがとうございます。はい、ということで、こんな感じです。いつも既存の方はね、こんな感じでやっております。で、改善とか散熱とかは青山じゃない店舗でもできますので、新宿だったりとか名古屋だったりとか心斎橋だったりとかありますので、ぜひ皆さんホームページを見ていただけたらと思います。皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。私の動画ですね、 80% の人がチャンネル登録をしていないけど見ているというデータが出ておりますので、皆さんぜひチャンネル登録をしても損しませんからね。これ何でお願いしてるかっていうと、ただただモチベーションが上がるっていうだけなんです。ぜひよろしくお願いします。では動画でお会いしましょう。バイバイ。